真珠湾攻撃の成功で人々は有頂天になったが、この日、この絵を訪ねた側近の細川守貞は、周囲の人々は真珠湾の勝利にざわついていたが、彼は浮かぬ顔をしていた。偉いことになった。僕は悲惨な敗北を予感する。こんな有様はせいぜい、2、3ヶ月だろう。と鎮鬱な声で言った。と証言している。その後、ガダルカナル島撤退、山本五十六戦士、アッツ島玉砕、など戦局挽回はほぼ困難となった。そして、絶対国防圏とされたサイパンが陥落する。その後のレイテ沖海戦で空母4隻、従順洋艦6隻を失って壊滅状態となり、制海権、制空権を失い、以後の交戦力はほぼ皆無となった。昭和天皇は平沼喜一郎、広田光喜、近衛文麿、若槻礼次郎、牧野武明、岡田圭介、東条英機の順で重臣から意見を聞いた。近衛が天皇に拝謁したのは3年4ヶ月前の内閣総辞職後初めてであった。この時近衛一人だけが上層文を奉呈し、戦争即時終結を主張した。その内容は、敗戦はもはや必至と思います。今最も憂うるべきは敗戦に伴って起こるであろう共産革命です。我が国内外の情勢は共産革命へ向かって急速に進行しつつあります。やがてソ連が日本に内政干渉してくる危惧を感じます。戦局の前途に何か一部でも望みがあるなら別ですが、勝利の見込みなき戦争をこれ以上継続するなら、日本は共産党の手に落ちると危惧します。一日も早く戦争終結の方途を講ずべきと確信します。という即時停戦を上奏した。この絵の早期講和の主張は極めて真っ当なものであった。さらにソ連の危険性にいち早く気づいていたことも先見の明があった。この時点で天皇を囲む重臣の中でソ連の影を感知していたのは近衛文麿しかいなかったのも確かである。しかし上層文を読み進めると実に怪奇的で支離滅裂の内容であることもまた事実である。戦争を続けていたら共産主義革命が起こる。速やかに国内の共産分子を排除して戦争を終わらせるべき。支那事変の原因は共産主義の陰謀によるものであると。当時確かに日本政府の内部にはソ連にとって都合の良い活動を行う人間たちが存在していた。近衛文麿政権のブレーンとして開戦直前まで政治の中枢と接触し、国政に影響を与えた尾崎穂積もその一人である。南進論大北進論の対立の中で尾崎らは朝日新聞などと連携して主敵は英米だと主張し、日本の長期戦略を北進、つまりソ連との対決ではなく南進、英米との対決へと誘導したのである。だからといって日本の戦争の原因と責任を全てコミンテルンに帰そうとするのはあまりに非常識である。自らの言動を棚に上げて責任転嫁と読み取りかねない文章を上奏すること自体やはり変である。そのくらい無念な気持ちが強かったのか、上奏文の本気度は高く、その意図は本人に聞いてみないとわからない。天皇はこの絵の指摘に驚きながらも、もう一度戦果を上げてからでないとなかなか終戦の話は難しいと思う、と一撃講和論を主張した。これに対してこの絵は、そういう戦果が上がれば誠に結構ですが、そういう時期がございましょうか、と切り返した。天皇はこの絵の上層について、この絵は極端な悲観論で戦をすぐやめた方が良いという意見を述べた。私は陸海軍が沖縄決戦に乗り気だから、今戦を止めるのは適当でないと答えた。時計戦の意思を述べた。天皇から見るとこの絵は極端な悲観論者に見えたようだ。この絵は痛く失望し、後に側近の富田健二に向かって、日本は結局最後まで行くことになるかもしれない、と嘆息した。なお東条英機はいつも同意で、知識階級の敗戦必至論は誠に遺憾です。空爆の程度もドイツと比べればほんの序の口です。アメリカではすでに沿線気分が蔓延しており、本土空襲はいずれ弱まるでしょう。ソ連の参戦の可能性は低いでしょう。本土空襲くらいで日本国民がへこたれるなら、大東亜戦争完遂と大きなことは言えません、との楽観的予想を述べ、徹底抗戦を上奏した。この時点でこの絵はこの戦争は負けると予想し、東条は勝てると確信していたのだ。その直後の3月10日午前0時7分、300余機の B-29 による東京大空襲が行われ、木造家屋が密集する下町一帯に大量の焼夷弾を投下される無差別爆撃で約10万人が焼死した。そして8月6日、広島に原爆投下。8月9日、ソ連軍が満州へ雪崩を打って侵攻を開始。同日、長崎に原爆が投下された。するとこの絵は直ちに内大臣木戸幸一を訪ねて天皇勅裁による終戦を説き、木戸は天皇を説いて御前会議で終戦に持ち込むと決した。この絵の終戦実現にあたっての活動は目覚ましく中心的役割を果たし、終戦準備のため吉田茂を登用したり、鈴木貫太郎の首相就任のための工作を行ったりと、その功績は十分に評価に値する。こうして15日に終戦となった。その後この絵は戦犯として指名され、妻も拘置所に出頭するよう命じられた。この時この絵は新聞記者に、戦争前は軟弱と侮られ、戦争中は和平運動家と罵られ、戦争が終われば戦争犯罪人と指弾される。人間の一生は缶を覆ってからでなければわからない、いや何十年も何百年も経って後の歴史家が公正に判断してくれるだろう、と嘆息した。出頭期限前日の夜、
この絵庭を友人の後藤龍之介が訪れ、法廷で堂々と初心を卑歴して天皇を守るべきだというと、この絵は自分が罪に問われている理由は日誌事変にあると思うが、日誌事変の責任の棄却を追求していけば政治家としての自分の責任は軽くなり、結局統帥権の問題になり、究極は陛下の責任ということになる。だから自分は法廷で初心を述べるわけにはいかないと述べた。日中戦争の長期化、三国同盟締結、南部仏印を許すなど、この絵の責任は大いにある。このこの絵の戦争責任に対する態度は、この絵自身の責任をもすべて軍部に転嫁するものであるとして厳しく批判されても仕方ない。その後、後藤がこの絵の自殺を察してなぜ死んでいくのか、その理由をはっきり書き残してもらいたいというと、場はしらけ、後藤は帰っていった。この絵が青酸カリを服毒自殺したのは、この数時間後の16日午前3時頃であった。この絵はこの夜遺書を書いた。僕は品事変以来多くの政治上の加護を犯した。これに対して深く責任を感じているが、戦争犯罪人として米国の法廷で裁判を受けることは耐えがたい。僕は品事変に責任を感ずればこそ事変解決を最大の使命とし、日米交渉に全力を尽くしたのである。戦争に伴う興奮と激情と、勝てる者の増長と敗れた者の卑屈など一切の世論も、いつか冷静さを取り戻し正常に服する時も来るだろう。この時初めて正しい判決が下されるだろう。僕の志は知る人ぞ知る。と、確かにこの絵は、余光教事件、日独伊三国同盟締結、日米交渉など日本の命運を決した出来事に深く関わっており、その政治責任は極めて大きなものがある。政治家としての胆力、腕力の欠如、優柔不断、無責任さは、日本の総理として悲しささえ感じさせる。この絵の一大欠点は、あまりに性格が弱く、断じて悪を退ける勇気がなかったことであろう。登場にしても陛下に早く申し上げて、陸将時代に排除しておけばよかった。この絵は軍を恐れて断行できなかった。だがその弱さは個人的なものであるだけでなく、保守自由主義に対する思想的革新の喪失から来ている側面も指摘しておくべきだろう。確固たる政治的決断には、確固たる思想的革新が必要であり、その思想的革新のなさ、無思想が国を誤るのだ。しかし、終始軍部に操縦、翻弄され、軍部の独走を止められなかった背景を探求すると情状酌量、同情の余地も見えてくる。日中日米交渉も戦争を極力回避すべくは平交渉を推し進める過程で、この絵は反省し驚くほど精力的に動き、粉骨砕身して南極に当たっている。開戦直前のこの絵首相は、ルーズベルトとの日米首脳会談により戦争を回避しようと画策していた。この時この絵は、極親しい枢密院顧問官伊沢武雄に、大統領に会えたなら、陸軍の意向を無視して品鉄兵を定義し、大統領が了解したら、直接、天皇に電信して裁可を得て、その場で調印してしまう、と述べた。驚いた伊沢が、それは陸軍を騙すことになる。陸軍を騙したとなれば、あなたは殺されるだろう、と述べるとこの絵は、生命は失ってもいい、と言い切った。伊沢は畳みかけて、生命を失うだけでなく、この絵はアメリカに国を売ったと名誉さえ奪われるだろう、と言ったが、それで結構だ、と述べた。この絵は日米戦争を回避するためには、何でもやる覚悟であった。この絵の考えは、どんな譲歩をしてでも日米妥結を図る。それには直接、陰祭を仰ぐという非常手段を取る。この絵の決心は、国を売ったと言われても戦争は避けるということであった。しかし、ルーズベルトは首脳会談拒否を野村大使に回答し、首脳会談は叶わなかった。この絵、文麿は孤独な男だった。この絵は多くの人々から好かれ期待され人気も高かったが、誰からも信頼されず、高い評価を受けなかった。この絵に敵はいなかったが、味方もいなかった。この絵が本心を明かさないから、敵も味方もいなかったのである。この絵の開戦責任は、大いにあるが、それをすべてこの絵になすりつけ、この絵を悪玉とする歴史観で塗りつぶしては、戦争開戦の教訓は得られないであろう。